どうも吉本芸人コタティーホフマンとネズミ先生です。フックの一人と一匹でお送りしている占い番組です。さて本日はですね、仕事の大チャンスというテーマでリーディングを行っていきます。カードは左から 1,2,3 番で、好きな数字や直感、絵柄などで好きなものを選びください。またね、一つに絞りきれない方はですね、二つ三つと見ていただいて、気になったメッセージをお受け取りください。タイムシフトは概要欄に貼っておきます。さあ、ここでね、ちょっとお知らせを挟ませていただきます。私がね、こう個人鑑定やってない代わりにと言ったらなんですが、超絶おすすめの人をね、紹介しておきます。まあ、この方占い師ではないんですが、まあ、令和のシャーマン桜あゆみさんという方いらっしゃいましてね、まあ、もうご存知の方多いと思うんですけれども、まあ、以前ね、コラボで YouTube コラボしておりますのでね、気になる方は概要欄から見ていってください。まあ、特殊な能力持ってる方でね、まあ、前世が見えたり守護霊と話せたりっていう人なんですけど、私も見てもらったことがあるので、まあ、本当太鼓判を押すすごい方なんですね。まあ、その方がこの夏特別にね、特別の個人セッションやってらっしゃるっていうことなんでお伝えしておきます。もう亡くなったペットとかね、亡くなった人にこうアクセスしてですね、その人のメッセージをさくらさんが通訳となってあなたに届けるっていうことをね、とても格安な、ね、料金でされてるので、よかったら興味ある方ね、ご利用ください。7月分のスケジュールがね、公開されております。概要欄に貼っておりますのでね。でまたオプションで前世見てほしいとかね、守護霊と話したいって方はね、やってくださるっていうね、もう本当にこんな気軽にやってくれる方はなかなかいないと思うんで、ぜひね、興味ある方、お試しください。やったらほんまもんって分かりますし、もうほんまもんっていうことをコラボでね、がっつり出してますし、まあ、僕が太鼓判をしますのでね、間違いありませんので、うん、本当に信じて、興味ある方はぜひご注文なさってください。はい、きっとね、素敵な時間になると思いまして、絶対こう人生のプラスにね、なってくれるメッセージくださるんで、ぜひご利用ください。はい、では左の1番ですね、お選びの方の仕事の大チャンス見ていきましょう。紫のカードで最後にアドバイスを出して締めていきます。右側のカードで仕事の大チャンス、左手のカードで現状全部整地直して出していきましょう。ソードの4番、コミットメント、エクスチェンジングギフト、こちら4枚のカードから現状テーマになることを直感で僕がひらめいたことなどをお伝えしていきますのでね、あなたの心の中にある答えをあぶり出すヒントになさってみてください。なんでしょうね、まあ、このエクスチェンジングギフトっていうカードね、これがちょっと目を引いたんで、やっぱりね、あなたが今まで頑張ってきたことが今報われるとか返ってくるとかね、まあ、身になってて誰かのためになってて、あなたにね、そのなんか人を喜ばせた分だけのなんか嬉しいことが返ってこようとしてるって感じがするんですよね。やっぱりね、お金のカード、トゥーオブアースって選択肢で選ばれたこのカードが、やっぱりこう仕事のやり方が変わるっていう感じがすごくするんで、まあ、新しい仕事に就きたいなって考えてる方がいたりとか、転職考えてる方がいたりとか、まあこうスモールビジネスというかね、最近ちょっとなんか流行り出してるというか、出だしてきましたよね。そういうね、新しいビジネスを始めようって考えてらっしゃる方とか、全然ね、いや仕事自体は変えないんだけどって方がもしいたら、同じ仕事でもね、違うやり方でもってその仕事に就くとかね、移動するとか役職が変わるとか、担当するものが変わったりして同じ仕事に就くってことかもしれへんし、なんせね、いろんなね、やり方とか、仕事においてなんか変わる、チェンジする時が来てるっていうのがテーマが一番の方っていう感じがするんですよね。でそれはやっぱりね、導いてくれる人とか、なんかそこに誘ってくれるというかね、あなたに声をかけてくれたりとか、こっちおいでっていう感じで、なんか誘ってくれる人が現れようとしてるとか、今もう現れているとか、なんかそういう感じの現状っていうふうに見えますね。なぜテーマは仕事のやり方が変わっていく、新しい仕事になっていくとか、新しい仕事に関わっていくとか、変化、仕事における変化っていうものがテーマになっている方が一番って感じがしました。
もちろんね、その変化を起こすためには何かね、なんつうんだろうな、これなんかね、障害を乗り越えるみたいなことがある。その障害っていうのはね、なんか不可抗力なものというよりも、あなたの中で抵抗感があるっていう障害、自分でブレーキを踏んでしまうというような障害って感じがするんで、じゃあなぜそのことに対して、新しい変化に対して自分はブレーキを踏んじゃうのかっていうことを自分の中で内観してね、分析して一つ一つを原因解明していくと、そのブレーキが外れてアクセル踏めるようになっていくんで、そこもしていくのが大事かなというふうに思います。でそれが自分で分析は苦手なって方はね、プロの占い師でやるとか、先ほどお伝えしたね、さくらあゆみさん、この方にも頼むのが一番手っ取り早いので、本当に概要欄貼ってあるんでね、よかったらその方頼ってみてください。自分で分析するの無理やったら、もうその方に任せたら一発なんで、はい、僕はちょっと個人間でやってないもんなんでね、どうしてもその方をお勧めすることになってしまうんですが、他にいい人を知らないんで、はい、よかったらそういうふうにね、自分で分析する、できない方はプロにねお願いするっていうことがとても有効じゃないかなというふうに思いました。はい、では仕事の大チャンス見ていきましょう。またソードが来ましたね。ソードの7番、うん、なんか変化変容のカード、 D ジェネレーション、いいカード、好きなカード来ました。やっぱりあなたはね、何回でも生まれ変われるというか、何回だって青春時代を味わえるってことはやっぱ言われてるんで、やっぱりね、新しいこうなんかね、螺旋階段の上を登っていくようなイメージで、さらにあなたがね、精神的な脱皮を繰り返していって、さらにまた咲き誇る、新しい姿でもって咲き誇っていくっていう大チャンスがやってくるんで、やっぱりね、あなたが大きく羽ばたくとか、また輝くとか、脚光を浴びる。やっぱりね、変化変容、やっぱり立場が変わるとか、ポジションが変わるとか、やることが変わるとか、やり方が変わっていくことで、あなたが新しい才能とか能力開花していって、さらに輝いていってね、また咲き誇る、輝き出すっていうことが、そういう大チャンスが来そう。で、やっぱり7番のソードって、7ってやっぱり勝利を表す数字なんで、やっぱあなたが勝っていく、選ばれていくとか、勝利していく、なんかそういう仕事での勝利、良い結果を出すとか、周りライバルに打ち勝つとか、なんかそういうね、大チャンスがね、仕事でやっていきそうだなというふうに思いました。またね、ソードの7番を違うふうに取るとするならば、一人では打破できなかった、その現状とか仕事に対する壁みたいなものを、チームによってね、取り組むことによってそれを打破していける、乗り越えていけるっていうような大チャンスっていうものが来そうなんで、だから仲間が集まるとか、仲間を得る、チームに入ってその壁を乗り越えていくっていう大チャンスもやってきそうだなっていうふうに思いました。うん、なんせね、ポイントは、この大チャンスのポイントは、あなたが再び輝くってことです。再び輝き出して、またあなたが活躍をしていくっていうことで、新しい幅が広がっていったりとか、新しい分野、新しい場所、新しい能力でもって開拓していく、活躍していく、そんな大チャンスがやってくるよっていうね、めちゃめちゃいい大チャンスがやってきそうですね、これからね。素晴らしいアドバイスいきましょう。 Be yourself、 まあ、あなた次第みたいなこと言われてるんですよね。やっぱり道を切り開くも切り開かないのもあなた次第で変わっていく、こんな当たり前のことなんですけど、これ言ったらね、もうそんな言われんでも分かってるわってアドバイスになるんでね、違う切り口でいきたいんだけど、なんだろうな。でもね、あなたが全部ね、指示を出す、自分に指示を出すんですよ。そう、誰かに言われたから、占い師に言われたから、他人、友達、家族に言われたからそうするんじゃなくて、自分がこうするって決めて自分に指示を出していきなさいと。それが決意覚悟の表れじゃないのってこと言われてるん で、その指示を出すためには、まず目的地をはっきりさすとか、自分の心のね、羅針盤の向きをはっきりさすとか、そういったことをね、ちゃんとやっぱ分析して知らないといけないと思うんですよ。当てずっぽうで進めない、やっぱり。やっぱりこう、的確にちゃんと自分の気持ちを分かって、ここに行きたいってことははっきりするから、行けって指示出せるわけですよね。曖昧模糊とした感情のままではやっぱり指示は出せない。
だからやっぱり最初お伝えした通り、自分でそこをちゃんと分析する、それができないんだったらプロにお願いする、おすすめの人はちゃんと概要欄に貼ってあるんで、その人でよかったら頼ってみてください、はい、なんせ最終的にはあなたが自分で決めて決断して指示を出して動いていかないと道は開けないんだよって。いくらすごい腕のねプロのこのさくらさん頼ったところでね、自分で何もしなければね、もちろん何も人生動かないので、そこなんかそこのあなたの覚悟というか、なんかねそこがまだ足りてない感じがするんで、そこをねもっと固めていきなさいっていうね、覚悟を固めていくっていうこと、うん、をなんか言われてる感じがしましたね。覚悟ってこう目覚めるに悟るって書きますよね。本当なんか目覚めていかないといけないんですよ。目覚めるためにやっぱり自分のことを内観して自分のことを知らないと、目覚めるってことはちょっと不可能やと僕は思いますので、そうだから、それを自己分析だけでやるのか、プロの力を借りるのか、好きにしてください。しっかりと内観してね、自分で覚悟を決めるってことをしていくっていうことが、あなたこれから大チャンスつかむ上で大切だよってことを言われているふうに感じました。はい、今回コンパクトに終わりましたね。以上が一番の方へのメッセージでございました。ちょっとでも参考になったよって方はぜひね、高評価ボタンで僕に教えてみてください。そして今チャンネル登録者数5000名を目指してね、日々ね不定期でありますが動画更新しております。5000名達成した際にはですね、個人鑑定をなんと無料で何名かの方にプレゼントするというねことをさせていただきます。でこれがね最後の個人鑑定プレゼントになるかなと考えております。もう今後ね個人鑑定やっぱ吉本から仕事を来ない限りはやらないかなというふうに考えてまして、なのでね、ほんとこれ最後のチャンスになりますので、よかったらチャンネル登録してお待ちいただければと思います。ではまたね、次回の動画でお会いしましょう。また見てください。また見ろよな、また見てね。フクバイビーチュチュー。今日はこたつに水持ってきたから、水飲む。ありがとうございますね。はい、今日のお茶は多いお茶をセレクトいたしました。子供の時からね、多いお茶が大好きで、よくね、飲みますね、ほんと。夏は特にやっぱりお茶が特に美味しい季節だなと思うんで。うん、お茶大好き人間なんでね、よく飲みます。どんなお茶が好きでしょうか？皆さんは2番の方行きましょう。この鳳凰のカードを選ばれた方行きましょう。右側の、右上のね、紫のカードで最後にアドバイスを出して締めていきます。右手のカードで仕事の第一チャンス、左手のカードで現状全部整地に直して出していきましょう。大アルカナの忍者ですね。ドラゴンズレイヤー。ヤーン。この4枚のカードで現状テーマになることなど、直感でひらめいたメッセージなどをお伝えするんでね、あなたの心の中にある答えを炙り出すヒントになさってみてください。大アルカナ2枚ですもんね。で、始まりの1番のカードも出てるしね。なんかすごく意味深な並びやなと思うんですが、現状テーマはね、あなたが新しいことを始めるために、準備を進めてるなんか感じがするんですけど、もうそろそろその準備は終わって、終わりにして、次に進んでいくときやって感じがしましたね。もうトンネルを抜け切る手前にいる方が2番を選ばれてるって感じがするんですよ。仕事でなんか低迷してるとか、なんか単調な毎日やとか、あまり変化が少ない、なんか新展開を求めてる、もっと活躍したいとか、そういった方が今見てる感じがするんですけど、そのね、なんか低迷してるというか、もう自分が望む大活躍には至ってない方が選んでる感じがしてて、でそのね、大活躍に至ってないというトンネルの中をもうすぐ抜け切るっていう状況の方が2番を選ばれてるって感じがするんですよね。で、何かを待ってる感じがします、あなた。なんか酔い知らせてであるとか、なんかオーディションの合格通知待ってるって方もいるかもしれへんし、何かをね、待ってる。それがだから、そういったことじゃなくてね、自分の中のやる気スイッチが入るっていう瞬間を待ってる方もいらっしゃるかもしれないんだけど、なんかね、そろそろそのね、スイッチが入ったら動きゃいいっちゃいいんですけど、そろそろなんか自分でスイッチをね、無理やり入れて
こう進んでいってもいいんじゃないってことを言われてる感じがするんですよね。もうなんかね、待つ時期が終わりというか準備の時期が終わりって感じがするんで、そろそろ動いていきなさい、そろそろ始めていきなさいってメッセージがすごく来てるように感じますね。で、あなたが今動かないとなんか、タイミングがずれてしまったりとか、出会う人と出会えなくなったりとか、なんかそういった感じが見えるんですよね。だから今、なんか準備不十分であったりとか、まだ心が固まってない状態であるかもしれへんけど、小さな一歩でいいから、ほんと1ミリでいいから前に進んでみなさいって、なんか言われてる感じがしますね。そっからゴリ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 なんかゆっくり動いていってどんどん加速していくからって感じに見えるんで、もう待つのをやめて動き出しなさいっていう風に言われてますね。このスイッチが入ってなかろうが準備できてなかろうが、とりあえず進めてみなさいってことを言われてますね。そう。なんかそれがテーマになってるって感じがしました。すごくね、腰が重かったりとか、やる気になってないのに動くっていうのは難しいなってことかもしれないけど、だからそれがなんかテーマになってるというかね。なぜならば、あなたのその、今、人生の、こうなんかトンネルに入ってるんだけど、そのトンネルにも、なんか抜けるタイミングに来てるからってことを言われてるんですよね。何かアクションが外部から入ったら抜けれるんじゃなくて、もう自分でその最後の一歩踏み出していって、トンネル抜け切ってごらんみたいなことを言われてる感じがするんで、うん。とりあえずね、いろいろこう、考えてしまう思うことがあると思うんですけど、どんどんね、あのアクションを起こしていって、こうなんか前に前進してみなってことを言われてる感じがしてますね、うん。それがテーマって感じがしました。では仕事の大チャンス見ていきましょう。クイーンのワンド、ホームオブサーバー。やっぱり開かない扉がそろそろ開くよってやっぱ言われてるんで、やっぱりね、待ってる展開っていうものが来てからあなたが動くんじゃなくて、あなたが動いていった先にその待ってる展開がやってくるっていう大チャンスが来そうなんですよね。ずーっと待ってたこと、あなたが仕事において、そういった大チャンスが来そう。あなたが動いたらそれに合わせてその扉も開いていくけど、あなた動かないんだらその扉はまだ開かないけどね、みたいな大チャンスって感じがしました。で、もう一個が、あ、これはまだ今の自分には早いなとか届かないなとか、自分の能力が足らない、経験が足らないな、もう少しそういったものを積んでいかないとそこにはたどり着けないな、そのチャンス、仕事は携わることできないなって、あなたが考えてることの仕事における大チャンスがやってくるって言われてます。だから自分ではまだ時期尚早やって思ってるかもしれないけど、それが実は本当にね、足りてない部分あるかもしれないんだけど、でもあなたそれやってみなって感じで、なんか突然降ってくるような感じでね、その大チャンスがやってくるんですって。あ、まだ早いって思ってたけどやっていいんやって状況になって、それを進めていけるような。だからあなたはまだ早いなって思ってたことに関する、仕事に関するね、大チャンスが突然降ってきて、それを携わる、それに携わることができるような、そういう展開ってものがやってきそう。で、もう一個が、あのね、なんかね、ずーっとあなたが、こうね、望んできた。うん。なんか諦めきれなかったとか、望んでいたとか、温めていたとか、ずっとコツコツ続けてきたとか、そういったことに対する、関する、仕事に関するね、大チャンスがやってくるって言われてますね。で、そのチャンスが来ることによって、あなたの心の中がすごく落ち着くんですよね。安定していく。で、やっぱりこれはね、あなたがもちろんアクションを起こした前提なんですけど、やっぱり向こうからやってくるって感じがするんですよ。でも、何もしなかったら来ないんですよ。やっぱり最初のアクションを起こして、待ってたら来るんですよね。うん。何もせずに待ってるところに来るんじゃなくて、アクションを起こしてちょっと待ってる時に来るって感じがするんです、その大チャンスが。やっぱりね、あの最初の一歩は踏み出すっていうのは必要があるように感じますね、とてもね。うん。でもなんかやっぱりその一歩踏み出した後は、どんどん外側からね、あなたの方に、いろんな大チャンスがね、やってきて、道が開かれていく、扉が開かれていくって感じがするんで、ぜひね、今現状、何かこう、進めたいけど、進められていないことが、もしあるのならば、こう、不格好でもいいから、
1日1ミリでもいいからちょっとでもいいから進めてみてほしいなと思いますね。うん、アドバイスいきましょう。うん、動け動けって、うん、とにかく動いてくださいってやっぱ言われてます、しつこく。うん、やっぱ関連したこと出ますね。運動しましょうってカードなんですけど、うん、やっぱり動きなさいって、うん、やっぱ動く時が来てるよって再三言われてるんで、もうそれ一択ですね。動くで、動き方なんて別に不格好でもいいんですよ、不十分でもいいんですよ。動いていったら形になるからって、動かないのが一番ちょっとダメというか、何も起こらないことだから、運を動かすね、運動してください。運を動かす運動、なぜ動いていってください。はい、動いていけば開かれていくよって、加速していくよ。そう、なんか動いていたらね、加速していくよってことを言ってきてくれてるんですよ今回。そう、ただその最初の一歩はあなたが動かないと加速が起こらないから、まず動いてくださいって言われてるんですよ。加速を起こした、いろんなサポートが入って加速していくから、その最初の一歩どうぞ踏み出していってって、すごく背中を押されてるメッセージ来てます。はい、何でもいいです、もう進めてください。それがあなたへのアドバイスです。シンプルにきました。はい、以上が2番の方へのメッセージでございました。ちょっとでもね、参考になったよって、なったよって方、ぜひ、高評価ボタンで僕に教えてみてください。そして今チャンネル登録者数5000名を目指してですね、不定期ではありますが日々動画を投稿していっております。5000名達成した際にはですね、何名かの方に個人鑑定をプレゼントするというね、大サービスを行います。で、今回のこのプレゼントをもちましても個人鑑定をするというのは最後になると考えております。今後ね、吉本のイベントに呼ばれてね、個人鑑定することあれば見るかもしれませんがね、基本的には個人鑑定もこれ最後かなと考えておるので、興味ある方はぜひこのチャンス逃さないようにね、チャンネル登録してお待ちください。で、またね、おすすめのプロのこの占い師ではありませんがね、あなたの心の悩みをちゃんと解決に導いてくれるプロの方、おすすめの方ね、さくらあゆみさん、概要欄にホームページ貼ってあるんで、よかったら頼んでみてください。きっとね、あなたの心が軽くなってね、悩み改善していくっていうふうに思いますので、はい、お役立てください。ではまたね、次回の動画でお会いしましょう。また見てね。また見ろよな、ふく、バイビーチュチュー、リターンコタティン、おいお茶を飲め。ありがとうございます。今回ね、おいお茶をセレクトいたしました。美味しいですよね。毎年夏になったらね、絶対飲みたなるんですよね、おいお茶大好きで。では3番の方いきましょう。こちらのページのファイヤー、選ばれた方のリーディングに入っていきましょう。右上の紫カードで最後にアドバイスを出して締めていきます。右側のカードで仕事の大チャンス、左側のカードで現状全部整地直して出していきましょう。クイーンのペンタクル、クリーニングハウス、トゥービーフェア、こちら4枚のカードで現状テーマになることを、僕が直感でひらめいたことなどをメッセージをお伝えするんでね、あなたの心の中の正解を導き出すね、ヒントになさってみてください。なんだろうね、でもね、クリーニングハウスってやっぱ掃除のカード出てたりとか、トゥービーフェアってなんか選択肢に迫られるようなね、風な印象を僕が感じるカード出てるんで、やっぱりね、なんか整理整頓してね、なんか道をね、定め直す時期に来てるっていうのがテーマなんかな。そんな方が3番選ばれてるって感じがするんですよ。で、なんかね、すごく不安ってものはやっぱり誰しもね、ずっとあるもんなんだけど、不安の、あなたがその不安をね、なんかね、背負った時、うん、背負う覚悟、その不安を背負ってでも、進んでいくんだっていう覚悟ができた時に、すごく大きな大チャンスが来るようなね、サイン、タイミングに来るよってことをなんか言われてますよ。うん、そのリスクであるとか不安ってものを背負ってでも、ここに進んでいくんだ、これをやるんだって決意、覚悟が固まった時に、すごくいろんなことが展開されていくよって。そこに向けて心の整理整頓をしたり、なんかやるべきことでやらないことの取捨選択をはっきりしていきなさいっていうね、
なんかそういったことがテーマになっている方が3番選ばれてるって感じがしました。結局ね、身一つしかないんで僕らって。いくら頭でやりたいことをね、こう、捻出しても、できることって限られてくるんですよね。一日誰も、みんな24時間しかないし、体1個しかないから。やっぱりね、で、人生もね、必ず人は死ぬんで、必ずやっぱりね、こう優先順位でも設けないと、なんかちゃんと終わらせられないじゃないですか。だからやっぱり、整理整頓する。うん。やるべきことを取捨選択する。で、その先に、もう不安を背負ってでも、リスクを承知してでも、覚悟を決めてこれやっていくんだっていうことが、あなたの中で定まっていったときに、今からお伝えするね、この後お伝えする仕事の大チャンスってものがやってくるよってことを言われてるんで、しっかりそこをね、整理整頓なさってみるといいかと思います。で、これ自分でやったらいいんだけど、自分でやるのが苦手やって方はね、何回も言いますが、概要欄に貼ってあるプロであるね、もう桜あゆみさん。うん。この方頼ってみてください。必ずあなたのね、悩みとか、こう整理整頓に関することも、素晴らしい助言でもってね、お助けしてくれるんで、はい。よかったら、プロやったらその方頼んでみてください。自分でできる方は全然頼まなくていいです。コスパいいんでね、頼まない方がね。はい。好きになさってみてください。できることをやったりし、できないことは人の力借りるっていうのがね、賢明ですし、うまくいきやすいね、やり方なんで。はい。で、まだ言うことがあるとするならば、なんかね、時間とお金をちゃんと向けるべきところに投資しなさいよってことを言われてるんで、はい。限られた財源、資源、時間を持ってると思うんですけど、それをちゃんと的確に未来に生きるような今の使い方、投資の仕方をして、今に生かしていきなさいってこと言われてますね。はい。ではね、仕事の大チャンス見ていきましょう。カップの8番。ムーンライト、月がまだ出ますね。月と月、これね。月めっちゃ出る。進化。仕事の大チャンス。なんか迷いが晴れるって感じがしましたね。迷いが晴れて、順番どれから言おうかな。まずは不安が不安じゃなくなるっていうことが来てます。だから不安が不安じゃなくなるって大チャンスなんで、なんかお金の不安、心配が減ったりとかなくなったりとかね。なんか人間関係の仕事のにおける人間関係のなんか不安とか嫌なことが減ったりとか、なんかそういったことによって不安ってものがね、まあ不安ってなくならないんだけど、すごく減ることによってね、まあないような感じに感じるからなくなるって言ったんですけど、とてもね、大きかった不安がこう目減りしていったり減ったりなくなる状態に近い感じになって、安定してね、あなたがその仕事に取り組んでいけるような大チャンスってものが来そう。うん。だから心、精神の安定ってものがやってくるような仕事の大チャンスなんで、前からやりたかったことやったりとか、お金においての安定感があったりとか、人間関係においての安定感。うん。どれかかもしれへんし、全部かもしれへんし、そういったことが、起こることによって、あなたの精神が安定していく。それに関係する大チャンスがやってくるって言われてますね。仕事における。うん。で、やっぱり、前から、以前からあなたが、頭の中でこれ叶えたいなとか、こういうチャンス欲しいなって考えてること。これが来たら心満たされんねんけどなっていう、そのね、中サイズから小サイズぐらいのものなんだけど、それが複数個来ることによって、お大チャンスやというか、大きく感じる。なんかそういったね、仕事における大チャンスが来そうって感じがしました。だから一個の大きいチャンスが来て、イエイイエイっていうよりも、なんか中サイズ、小サイズの仕事のチャンスがね、まとまってくることによって、あ、これは大きいチャンスや、トータルで見たら大きいチャンスやんっていうような、なんかチャンス、大チャンスが来そうって感じがしました。それは以前からあなたからこれが実現したらいいな、こういうことに携わりたいな、関わりたいなと思ってたことに関係することなんですって。以前からあなたが願っていたっていうのがね、思っていたっていうのがポイントです。それに関係することが来ることによって、うん、大チャンス来たって感じれるようなね、展開がやってきそうっていうふうに見えました。うん。
だからやっぱりね、考える、なぜか思考が湧いてくるって、やっぱりこれね、自分の意識で操作してない感じがするんですよね。なんかどっからともなく湧いてくるわけじゃないですか。やっぱりそれはある意味ね、予言やと思うんですよね、未来の。うん。だからやっぱりそれって叶うこともあるし、わざとね、叶わないものを見せてきて、そっちにリードしていくっていうやり方もあると思うんで、これほんとね、複雑構造でね、この世ってできてるんで、あの世も含めてね。うん。あの世が複雑構造だから、この世も複雑になるんですけど、もちろんね。そうそう。ちょっと不思議な話言っちゃいましたけど。はい。だから、やっぱりね、こう、思ってたことって、叶うってことは、マジであるな、っていうふうに思いますよ。うん。それがね、ただ全部じゃないんですよね。で、そこに、やっぱり思考によって、感情によって、イマジネーションしたってものも含まれるんで、どれが本物で偽物かっていうのは、やっぱり自分で冷静にね、分析しないと、やっぱりわからないと思うんですけどね。まあ、そういったことも、まあ、ある人ね、まあ、プロの力を借りればわかることもあったりするんで、もしそういった本当に正確にね、なんか、なんて言うやろ、心の中をね、こう、整理整頓してわかりたいって方は、プロの方にね、頼んでみてください。おすすめの方、概要欄貼ってあるんで、それが自分でやるよって方は自分でね、コツコツ地道にね、分析してね、探求されてみるのもいいかもしれません。で、もうそれね、分析とかどうでもいいねって方は本当にね、日々目の前に起こることを別に淡々とね、拒否せずに取り組んでいけばね、勝手に理解できていくんで、はい。行動派、私は行動派やねんって方はね、本当に行動でもってね、経験でもって、やっていけばね、勝手に体で、肌感で分かっていって、こうね、感覚でね、心の中にストーンとね、落とし込めることができて、それでね、もう分かるって方もいるんで、もう好きになさってもらったらいいんですけど、うん。なんせね、話戻りまして、あなたの大きな不安が、こう、目減りするようなね、大チャンスやったりとか、以前からこういうチャンスが欲しいなってあなたの中で願っていた、中サイズから小サイズぐらいの、このチャンスがね、複数個、立て続けに来ることによって、あ、大きいチャンス来たわって体感できるような、展開がやってくるんじゃないかなというふうに思いますのでね。だから不安という名の月がね、希望という名の星に変わっていくようなね、そういう展開がやってきてくれそうだなっていうふうに思いました。うん、アドバイスいきましょうか。自然とつながる。うん、やっぱりこれが僕今回思ったのは、自然体の自分とつながってくださいっていうふうに思いましたね。自然体の自分って何かというと、喜怒哀楽の感情を否定しないってことやと思いますよ。一つ。うん。やっぱり人ってね、なんか知らんけど、こう、良い感情は私、私っていう、喜んで受け入れるんですけど、なんかネガティブな感情は私じゃないねんっていうふうに、ごまかしたりね、拒否したりする方が多いんで、例えば私って怒ったことないんですとかね、普段怒らないんですって言う人おるけど、いや、絶対嘘です。はい。気づいてないか、自分で無理やり蓋して制御してるか、はい。のだけなんで、怒らない人なんていないんですね。はい。もうそれ神様の息入ってるんで、肉体ある我々は絶対感情を味わうようにできてる。もうそういう仕組みなんで、自分の意識っていう小さなね、顕在意識という小さな、この抵抗力だけでは逆らえないんですよね。なのにそれをね、ごまかすのが上手くなっちゃって気づいてない方多いと思うんですけど、もう、そのね、ネガティブな感情はね、そう、否定せずに、受け入れることで、実は、その怒りの感情が少なくなったりってことをしていくんで、意図的にコントロールして減らしてやろうとかね、ないものにしてやろうって考える人いるんですけど、まあ、小手先ではできても本質的にはできてないので、そこは諦めて、ね、観念して、ちゃんと自然体の自分とつながる。私これでは嫌やなって思ったって。腹立ったよって。で、そこで終わらしたりとかね、そこをまたね、なんか、薪をくべてね、その怒りの炎を大きくするんじゃなくて、早く初期消化したりとか、なぜ私はこれで不快な思いをしたんだろうっていうことを、しっかり分析して自分で認識することで変化していきます。成長していきます。はい。そうやっていったら、ちゃんとね、なんかいたずらにこう感情に振り回されなくなっていくんで、だから、大切なのは自然体の自分を否定しないってことです。はい。
ちゃんと受け入れてあげるってこと。だってそれも本当のあなただもん。なんでそれだけを否定すんのってかわいそうやんっていう、自分自身を。それで自分自身をちょっといじめるというかね、かわいそうなことすると、後でね、まとまった怒りというかね、なんかまとまった、なんか自分の中から湧いてくるもんが出てきたりするんですよね。ええ加減にしよう、私はなんで感情無視すんのよって、自分が自分にこう、訴えかけてくるような出来事ってやってくるんで、まあそれで気づいてもいいんだけど、もう早めにね、よかったら気づいてあげてください。自分という存在をちゃんと大切にね、優しく可愛がって愛してあげるってことができないと、他人にも同じことできないんで、愛って広がっていかないんでね。はい。愛は広げていった方が絶対にいいので、はい。自分も周りも幸せになっていくんで、その基本のキーです。自然の自分と、自然体の自分とつながる。否定せずに、愛してあげてください。はい。それがあなたへのメッセージで来ております。アドバイスね。なんせあなたはね、これから不安という名のね、月が希望という名の星に変わっていくっていう大切なね、時期タイミングに来てらっしゃるんで、そのタイミングの波に乗っかってね、大チャンス掴んで、ぜひね、豊かさを手に入れて、愛をどんどん膨らませて、周りの人に幸せをね、分け与えてあげるようなね、素晴らしい人になっていってください。応援しております。以上が3番の方へのメッセージでございました。ちょっとでもね、参考になったよという方は、ぜひ高評価ボタンで僕に教えてみてください。そして今、チャンネル登録者数5000名を目指して不定期ではありますが、動画を更新していっております。5000名達成した際にはですね、個人鑑定をなんと無料で何名かの方にプレゼントさせていただきます。今回をもってね、こう個人鑑定プレゼント最後になるかなと考えております。今後ね、吉本からイベントで依頼があって占いすることあったら見ますけれども、まあね、あんまりやることないかなと思ってますので、これ最後やと思ってね、興味ある方はぜひ登録して、今後ね、応募してみてください。よろしくお願いいたします。ね、何度もお伝えしておりますが、桜あゆみさん、概要欄に貼ってありますのでね、この方によかったら、悩んでることあったらね、何か相談してみてください。必ずあなたの力になってくれることをね、言葉くれますので、はい、興味ある方は見てみてください。頼んでみてください。さあ、本日以上です。いかがだったでしょうか。まあね、毎日こう考えながら、こう撮影に臨んでいるんですかね、ちょっと最近は連日撮影できてるんで、今月もね、なんとか、ほぼほぼ毎日撮影していきたいなと考えています。はい。またね、まあ今月末ぐらいにね、バタバタするんで、はい。またいろいろあるんですけれども、まあまあまあみんなね、生きてたらバタバタしていろいろあると思いますよ。うん。で、やっぱりね、こう、不定期ではあるけれども、必ずね、この動画続けていきますし、まあ年末というか、年内中にはね、文章占いも再開できたらなと思ってるんで、はい。ぜひね、楽しみに待っててほしいなと思います。まあ、あれだからむちゃくちゃ時間かかるんで作るのに、やっぱりどうしてもね、うん、時間確保しないと難しいとこあるんで、はい。でも必ず、なんとか頑張って再開するようにしてみるんで、はい、待っててくださいっていうことですね。はい。ですかね、またね、こう、リクエスト、テーマのリクエストとかあったら、気軽に書いていただいてですね、もう書くのタダですからね、それ採用するかしないかいろいろ考えて選びますので、はい。でも積極的にできるだけね、採用させていただきたいと考えております。はい。あとそうだそうだ。あとね、もうほんとスーパーサンクスをね、ほんまくれる方がね、もう定期的にいらっしゃって、ほんまにありがとうございます。とても励みになっております。それによって、また動画をね、続けるモチベーションになったりとか、ほんと活動の資金にほんまなってるんで、本当にでかいで、その支えがあって、活動がこう、躍進できるとか、進められるんで、そのおかげでめっちゃでかいんでね。本当にありがとうございます。本当に励みにね、頑張っていきますので。はい。今後ともね、応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。また見てね。また見ろよなー。